はい。出ました。寺澤さんの、つまりこの牛の図にペントミノをはめるっていうのをまあ解いてるんですけど、まあ、それをなんかこう、まあちょっと、まあ意味もなくと言ってはあれなんですけど、ムービーにしてありまして、これがペントミノ、12種類ですね。ああ、もう流れ切っちゃったんで、これでいいですね。そして、これがですね、これね。これがですね、回転とミラーの鏡像は馬に乗って落馬したみたいです。合わしてやるとですね、全部で、全部でこの置き方がですね、まあ、63通りあるということですね。そしてこれは牛にはめた時の図がですね、これは普通の、ああ、しまった。まあ、こんなふうにはめていくの候補がわかるということですね。そして、今一旦画像共有切れて、あ、切れてる？うん。画面共有。共有。で、そして、まあ、整数ソルバーの S、CIP っていうのがありますけど、それにですね、つまり、こんな感じで解かせます。で、これがつまり、F の置き方はこれだけあるっていうのがありまして、それがどれか1個っていうのがこの辺に書いてありまして、FIL、NP ですね。でですね、あ、この辺からですね、つまり、マス1個が、マス1個っていうのはですね、YouTube 消えちゃった。あ、つまりここを埋める、パーツは何かっていうやつを並べて、ここ1個に着目すると、ここを埋めるやつはどれかパーツの1個なわけで、それを書いたのが、この辺の、ここからの、あ、つまり F が F かもしんないし、I かもしんないし、L かもしんないし、これですね。で、これを、SICP に解かせるとですね。はい。俺じゃないですね。答えがですね、このように出て、F のこれ、I のこれが使うとできますと言って、出た答えがこの。これらの答えになります。まあ、それは答えは平沢さんのと一緒なんですが、まあ、バーツールは偉大なのであれなんですが、まあ、自分でも解けるようにしとくと、なんかいいことがあるかなということで、3種類ですね。このように解けます。岩井さん、計算時間どんぐらいかかりますか？計算時間は、これ、ほとんど瞬殺？
4秒ぐらい。4秒ぐらいでしたね。はい。Windows 版で。はい。割と考えた方じゃないかなと思いますけどね。うん、なんか簡単なものはもう、なんつうか0秒ぐらいで出ますよね。うん、なので、割合ちょっと考えた、難しめな問題なのかもしれない。という感触を受けています。あの、プラス0イコール1って書いてあったのは、プログラム上のちょっと手抜きですね。そうです。本当はですね、あの、法文の最後の行だったらプラス、プラスをやめててやればいいんです。そうそうそう。ちょっとそこね、僕も同じことやったんで、その方が楽だなと思って。いや、あの、気持ちが整ってるところは、時はそれもあの、ちゃんと最後の行だったらってやるんですけどね、もう、なんか、結果を求めるときはもうこれでいいやってやっちゃってます、ね。といったことですね。まあ今回あの実は自分でペントミノ の問題を解いたのは初めてだったんで。うん、まあこの岩井 YouTube っていうのがありますんで見てもらうとなんかこれ楽しげに見えますんで。よろしくねということで。以上で発表は終わります。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。